ノースサウス大学はバングラデシュ最初の私立大学。バングラデシュ政府は当時の1992年私立大学法に基づいて1992年にノースサウス大学の設立を認可した。ノースサウス大学は1993年2月10日に当時のバングラデシュの首相によって正式に開学された。NSU はその検証によって芸術、 ビジネス、科学のあらゆる分野について学部及び大学院の学位を発行することが認められており、工学、農学、法学、医学などの分野も扱っている。学位だけでなく、ディプロマ、履修証明、その他の学術に関する証明書を発行することも認められている。現在、NSU は学士号と修士号を合わせて29種類を発行している。 PhD など博士号の授与は、目下のところは準備中とされる。理事会の構成員には、理事長の M.A. カシェム、アジムディン・アーメド、M.A. ハシェム、ラジブアリ、イフテカルルアラム、M.A. アワル、アブルカシェム、ASF ラーマン、レハナラーマンなど、実業家として、著名な人々も含まれている。大学キャンパスは、ダッカのバシュンダラにある。 このキャンパスの祖先は2003年1月30日にベグムカレダジアによって置かれた。この高級的なキャンパスでの授業は2009年6月9日から開始された。このキャンパスでは1万5000人の学生たちのために様々な施設が用意されている。6エーカ川ーの敷地には地下3階まである建物が立ち並び、その延べ床面積は66万5000平方フィート。 ある。NSU の図書館は、6階建てで7万平方フィート以上の延べ床面積を持ち、キャンパスの南東側に位置している。この図書館は、バングラデシュ発の全自動化された大学図書館であり、独自の運営ソフトウェアで動いており、ルフィードシステムや、ウェブベースのオンライン配送システム、フルテキストの ebooks や電子ジャーナル記事のリポジトリシステムなどをサポートしている。 閲覧室は1200人以上の学生が利用可能である。平均すると1日あたりの図書館利用者は2000人を超える。2014年8月現在、図書館には49,500冊の書籍と5万点のオンライン書籍、6千巻の学術誌や雑誌の合本、1,890点の CD r o m データベースと書籍、226点の DVT ヒトビデオ、 159点のオーディオカセットなどが収蔵されている。定期購読されているものは、国内の学術誌20誌、外国雑誌18誌、国内雑誌19誌、外国の日刊誌2誌、ダッカで刊行されているバングラデシュの全国誌のほとんどに及ぶ。NSU の図書館は、電子ジャーナルやミアテンズをバングラデシュで初めて導入した先駆者であった。電子ジャーナル類は、 S j s t ー、r IEEE,、e、クメデジタルライブラリーを通して契約されており、39タイトルの電子ジャーナルが2002年に初めて導入された。それ以降、国内の電子ジャーナルの契約などが進んだ。現在では、エブスコ、エメラルド、ブラックウェール、j s t ー、r クメ、オックスフォード大学出版局、ワイリー、のシュプリンガー、米国土木学会など、 52社の版元が刊行する4万件の電子ジャーナルやデータベースへのアクセスが提供されるようになっている。NSU はパニーニというジャーナルを観行している。ありがとうございます。